標チケットですね。そして猫には餌をやらないでくださいと。なぜならば猫が増えるから。はい、猫神社こう言ってね、ここは猫神社、猫の神様やね、これ猫がいるのやね、これ猫の神様、猫が猫の神社だから猫やね。そしてこれが、マーメイド号、マーメイドね、マーメイドっていうのは人魚。
ニャンコ共和国、ニャンコ共和国にやってきました。ニャンコ、ニャンコ共和国。いや、普通まで歩いてた。歩いてたの。足がね。本当にいいのかな。本当に。足。遊んでる。チビちゃん何？何？ね、うん、まだこの猫ちっちゃいからね、うん、子供たちではちょっと難しい。あの猫は全然子供でも。嫌だよ。触らない。逃げてるところを追いかける。ニャニャニャチワ。ニャニャニャチワ。ニャンコ先生、ニャンコ先生。ニャンコ先生、ここで会いましたな。ニャンコ先生、久しぶりですな。ニャンコ先生、ニャンコ先生、久しぶりですな。ニャンコ先生、久しぶりですな。ニャンコ、ニャンコ先生、お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。ニャンコ先生。ここを下がると、ここに黒猫のミニカフェお土産。じゃんじゃん、ガガン、にゃんこ先生、にゃんこ先生、にゃん、あれ、にゃんこ先生、にゃんこ先生、にゃんこ先生。猫多いな。これ一回全員集合なってきたよ。これちょっといいんじゃなってんじゃん。猫だらけ。東日本大震災、月村の時にここまでね、水位ここまでね、ここまで上がった段がこれ1階段3段あるんで、実質7段目ぐらい人間の高さがこの辺まで津波が来たんですね。
くさん、あの先ほどね、たくさんこのまあ十数名、二十名降りてきたけども、今となっては釣り人とパラパラと四五人しかね人がいないということは、多分猫に化けたのかな、他の人たちは。多分猫になって今ふらふらしてる感じかもしれないですね。猫な、ここにこういう銅像がねあったりとかして、石巻さん、このロボットはさて009に出てきたでしょうか、出てこなかったでしょうかね。僕ロボコン、いや言っちゃった言っちゃった、これは出てきたのかなどうかなっていうのはありますね、これね。だからこれだけ見ているとねちょっとよくわからないけど、